あの公式のホロサマーの配信あったじゃないですか、この間の時に、なんかこよりがね、マリン先輩今日ハグの日なんですって言って、なんか手を広げてきたの。船長はだからこよりって言いながら抱きしめたの、こよりのこと。したら、あーマリン先輩は絶対してくれるって思ったって言ってて、っていう時にちょうどなんか隣にペコラが座って、なんか携帯触ってて、あ、なんかちょっと話でも振るかと思ってペコラにペコラ、こよりがハグの日って言ってるよって言ったら、こよりがね、ペコラ先輩って言って手を広げたのしたらなんかペコラがめっちゃなんかもうすごい照れながら笑って、ええー、みたいななってて、でも絶対やんないだろうなと思ったの。なんかだから船長は、あ、もうほら困ってんぞみたいなもう困ってるよみたいなね、はいはい困ってるから船長が代わりにハグしてやるよみたいなテンションで言ったら、なんかペコラまさかびっくりしたんだけど、ハグして、すんのと思ってでペコラに、するのっつったら、なんかまあ可愛い後輩ペコだからなみたいな言ってて、船長、あ、いける、これいけると思って、ペコラ今日ハグの日なんだよねって手広げたら、あんたにおしないよって言われました。なんかもう一押しすればいけるかなと思って、ちょっとこより風にてこら先輩今日ハグの日なんですよって言って、もう一回手広げたら、マリンあんた痩せたって言われて、めちゃくちゃ話題そらされて、あのダイエットの話になって終わりました。なかなかガードが硬いんだよな。船長のさ生誕祭でさ勝手に抱きしめた時とかめちゃくちゃてこらわわわわわわってびっくりしてたしね。